この3試合はですか、あの予想はできるものでございますかね。予想なんて当たらないですけど、ね、まあ、あの、コートジボワールは、もう2点ぐらい取られてもしょうがないなと。しかし、日本の代表チームは割合、点取る能力に長けてるんですよ。過去のどのチームよりも。今のチームで、全体のチームのバランスから言うと、守備が、まあ、中心のところがちょっとね、全体のチームのあれから言うと弱いと、前のチームと比べて弱いという意味じゃなくて、今のバランス上どこが弱点かっていうと守備の方だということのが今のチームですね。それがしっかりできてっていればかなり勝ち上がっていける可能性あると思いますね。だから、まあ、僕の第一戦の予想は、ドロップはその他に2点は取られるかもしれない。しかし日本は2点取れる可能性がある。だまあ2対2の引き分け、これならまあちょっといいかなと。勝ったらまあもう言うことはないけど、2対2の引き分けでも悪くはないというのが第一戦ですね。はい、次はどうですか。次はですね、これは絶対勝たなくちゃならない、ギリシャ戦、ギリシャに。これは1対0で勝つという。1-0 ってのはどういう根拠なんですか。やっぱり守備がすごく強くて、なかなか点は取れないチームなんですよ。でしかし先に点を取られると、やっぱりなかなかその守備が硬いから点が取れないんで、守り守って、しっかり守って、1点取ってしっかり守り切って1対0で勝つと、いうことが、まあ、期待と希望ですけどね。ちょうどなんか今のジャイアンツって感じですね。なかなか点数が取れないという感じでね。とにかく守り切ろうというね。そうですね。コロンビア戦はどうですか。これは大変でしょ。コロンビア戦はね、結構その強いって言われてんだけど、結局、あのエースがまあ怪我でもう出れないんですよね。これはまあすごく日本にとっては有利で、で、僕はここはまあ、1対1の引き分けで、これならば予選リーグ突破できるんですよ。1勝2引き分けで、いろんな勝ち方の組み合わせがあって、例えば2勝1敗でも予選リーグ突破できない場合があるんですよね。3チームが2勝1敗、相星っていうことがあるんですよ。そうか、そういうことありますね。で、1勝2敗でも3チームが相星っていうこともあるんですよ。だからまあ、どっちにしろ、少なくとも1回勝って、あと 2回引き分ければ、これはもう間違いないですよね。だからまあ、その、伝で、なるほど。欲しいなというのは僕の期待ですね。で、サッカーファンの皆さんは今、川内さんがおっしゃったようなことをみんなそれぞれ頭の中で考えていらっしゃるんですよね。そうすると、その予選突破をするキーマンは、川内さんの中ではどなただと思いますか。いや、今大体、やっぱり一番調子が本調子でないのはホンダなんですよね。で、ホンダが日本の、まあ、なんていうのか、木で言うと幹、的な部分があるんで、でそのホンダが本調子じゃないときに、じゃあ揉み切って香川とか、大久保なんかをもう入れて、ホンダを外すかなんていう決断を、ザッケローニ監督がやらなければならないことがあるかもしれない。まあしかし徐々にもう調子上がってますからね、多分大丈夫と思いますけど、やっぱキーマンはホンダですね。もう勝手な、僕なんか本当に浅い知識なんでありますけども、好きなタイプとしましては、大久保選手とかですね、長友選手とかね、香川選手とか、この岡崎さん、岡崎さんとしてはクイズにも出て、僕答えられなかった人なんですけども、もう本当にいい選手だなって、スポーツニュースを見ておりますね。いや、それはもう徳光さんおっしゃる通り、彼らの活躍が鍵に言ってますよ。で、真ん中のやはりベースで、そこから配球しながら、一番いい攻撃の形とかなんか作るのが本田で、最後点取るのは彼らですね。で、僕はやっぱ一番期待してるのは大久保ですね。ああ、そうですか。大久保はもう、ザッケローニ初めから入れる気はなかったわけですよね。まあ、どう考えたって、2年半以上も代表に選んでないわけだから。年齢も間違いないぐらいですから。年齢のことがあったり、ちょっとややチームワークにいろいろ問題あるような選手と聞いてたかどうか知りませんけど、そういう異端者だからね、ということはあったと思いますよ。でも、やっぱり J リーグのこの1年半の活躍を見せてて、彼を絶対入れることが必要だと思ったからでね。でしかも柿谷なんかがリーグ戦で例えば7、8点取ってたら多分多くを選ばなかったんじゃないかなと。柿谷は1点しか取ってないとかいうことがあって、やはり思い切りのいい泥臭い、うまくはな、その、まあ、柿谷はもうすごい技術的なレベルがね、高いんですよ。しかしそんなことよりも泥臭く常にゴールを狙う、
大久保がこのチームに必要だということを思ったから選んだんですよ、うん、なんかそこに大久保がいたっていつもありますもんね。そうだから僕はやっぱりね、うん、このチームに今一番期待してるのは正直言って大久保です、うん、あそうですか、はい、本当に楽しみでございますけどね